石原明の経営のヒントプラス536回。ご質問、50代経営者男性、質問、経営コンサルタントのあり方、ポイントについて教えてください。私は古書店を運営する会社を経営してきました。しかし売却する予定と、幸い会社にも借入金が残りません。ただ会社に事業がなくなってしまうので、経営コンサルタントを本業として一人株式会社として進めるように決断いたしました。今後は経営者のパートナー、企業参謀のような経営コンサルタントを目指しています。経営コンサルタントのあり方、ポイントについてアドバイスお願いいたします。コンサルって大きくて2つの道筋があります。一つはプロダクトアウト系のコンサル、もう一個は徹底してマーケットインにするコンサル。コンサルとしてプロダクトアウトとマーケットインがあるんですか？で、はい、組織が大きくなる、メジャー化するであればプロダクトアウトです。だからなんたら専門コンサルとか採用コンサルもそういう意味と。で、僕営業マン断ることごめんなさいを書いて4ステップマーケティング作ったじゃない、セオリー化したでしょ。その時に人を採用してみて2回ぐらい組織化してみようかとか思ったんだけど、あれは4ステップマーケティングというプロダクトをベースにしたコンサルの形ね。なるほど、マーケティング専門みたいなところですか？うん、そう。なんでかっていうと、ものすごく困ってる会社がたくさんあって、うん、そこの層全体に対してプロダクトを提供すれば事業として成り立つし。なるほど。昔よく言われたフォーステップマーケティングだったら数百人の会社できますぜみたいな。その後ほら評価制度とかやったじゃん、あれもプロダクトアウト系なんだよ、うん、ところが、世の中の流れもあるし自分の性質みたいなのが飽きっぽいんだよだから知らないことを知りたい、もっと楽しいことを一生やりつけたいってなっちゃうと、うんうん、組織を運用するっていうのは、うん、当時ね、それを完全に分かってくれてある種責任取って営業までできるような人がいればそこでリリースできたかもしれないしね、うんうん、僕的には徹底的に興味に入っていきマーケットインになったんです。だからプロダクトアウトで組織化するっていうやり方もあるわけじゃん。で、マーケットインは何かっていうと、僕はどうしてそうなったかっていうと、より良い会社とか知らないところにこう行ってみたいってなって、普通コンサルの人が関わんないところに入ってきた、うんうんうん、でそのあたりから実は僕はホームページの更新やめてるじゃん。確かに。なんでかっていうと、マーケットがどんどん狭くなってて告知する自体がロスになるよね。あ、どっちかっていうとビジネスを超えた社会貢献みたいな発想に頭が変わっちゃったもんね。あ、っていうような感じになって、僕はもう自分で収益上げるっていう発想がなくなっちゃって、収益をたくさん動かせればいいって思って、要するに お金が世の中解決するわけでしょ、はいはい、俺が持ってる必要ない。それよりも大量にお金を動かせる場所をサポートして、ここにごめん100億いるんだけどとか1000億いるんだけどっていう方が楽かな。全然それがサラサラした感じになって。あ、サラサラ、確かにそうです。具体的に聞きたいんですけど、うん、マーケットイン的なコンサルっていうのは、コンサル両方できると思ってて、ビジネスっぽくすっごいできるのもあるんだよね。だから何かの理論を作ってプロダクトアウトすることも多分できると思うんだ。できそうですね。でそっち側を事業化していくと。あと相当経営もやってるはずだから、この人ね、はい、でいろんなことをしながら思考性が高くなってるようだったら、そこでビジネスって1個作って2個作って3個作ってっても面白いけど、結局もっと高いところに行っちゃうから、お金儲かったらどうすんのって話になっちゃうのよ。で、お金儲かった後どうすんのの儲かるも、組織がでかいと今度組織そのものを食わせなきゃいけないっていうことになるわけよ。で、それが個人でやるっていうところでいくと、そんなに大きいお金稼がなくても意識はどんどん高くしちゃって最終のゴールに行くのよ。だからどっちの方向から行っても経営うまくしちゃった後に最終ゴールってなっちゃったら、うんうんうん、変わんないんだよね。生きるためのお金ってあんまり必要ない。目指すそこは決まっているけど、山の登り方の違いみたいな。そう。で、どっちの選択もできるけど、どっち好きなのって感じで、どっちもあるよっていう感じで。ビジネス大好きで人と関わることが好きでオンタイムでやってきたいってんだったら、やれる能力あると思う。これやってみたらいいし。で、これマーケットインでコンサルやるっていうのはどういうこと？僕の場合はもっと儲かってる会社に行きたいとか、成功してる人が何したいってるかを知りたいから、うんうん、だんだんこう客っていうかそのレンジにいる会社の数が減ってくるんだ、はいはいはい、減ってけば減ってくほど能力が必要になってくるから、同じ人間5人も作れないのよ。自分で行くしかなくなるから。あ、そうすると個の収入はすごく高くなって、だから、うんうん、うちのコンサル費用ってめっちゃ高いじゃん。でもそれ以上の金額を向こうが払ってくれる方に入ってくると結構固有の問題になってくるのね、うんうん、固有でありその層にとっては共通なんだけど、そうするともう本なんか書けないのよ、うんうん、要するに売れないから。マーケットちっちゃすぎますもんね。そう本書く必要すらない。本書いて印税もらうよりも直接コンサルしたが高いとかし、そこの人間関係からの方が豊かなものとか性に合ってるってなったら
そっち行くじゃない。じゃあ先生で言うと、その新しいものとか、うん、なんかもっとすごいとかそっちの方でしたけど、この方がどのマーケットにこう選ぶかですね。そうそうそう、そういうことか。なるほど、コンサルタントにプロダクトアウトとマーケットインがあるって発想は斬新だ。そうすると早く出来上がりになるから、世の中貢献の方に行きやすい感じがする、ね、時間を使える。そうですね。だからあなたどっちってここで成功したいのか、もう突き抜けてもう経営もだいぶやったから社会貢献性の方に行きたいのかって言ったら違うじゃんね、やり方が、うんうん、でこっちには名声ないよ、その先生の方。そうそうそう、でかくすると名声もあるよ、そこにリスクもあるしっていう、なんかどっちの方がそういう感じね。ああ、なるほどですね、うん、ということで頑張ってみてください。はい、石原先生ありがとうございました。ありがとうございました。